あ,あ、動かあ、こうから動かせるのがなんだ、畜生。<laughs> なるほど。ってことは、さっきの鍵かかってるところは、えっと、鍵を入手してから行かないと絶対逃げ切れない。よかった。トライアングさん、なおにオンラインの腕が落ちたわけではなかった。よし。個室の鍵。やったぜ。よーし。で、これで、えー、っと、こちらにお邪魔し、マンドラゴラ。で、多分ここで開くんじゃないかな、この鍵が。鍵を使用す。 これがもうあれか、さっきの、あのー、部屋になるのか、鍵になるんだ。じゃ、あとりあえず、個室の鍵をゲットしたら即、多分タンスがどっかにあると思うんで逃げ切れると思うんですけど、それか、もう青鬼が来なくなるか、どちらかなんですが、行きまっしょう。お邪魔します、どれくらい。さあ行くぞ。ここで、はい。はい、セーフ。オッケー。なるほど。この、これをゲットしないとダメだったってことですね。 これ結構なんか舐めてたんですけど、かなりストーリー的には濃密ですね。面白い。さあ。早く来たまえ。早く終わりたまえ。ドッグンドッグン。ドックン。ケー、okay、で、これを、これを押す押したいんだけど、石かなんかがいるのかんんこれなんか重いの持ってこないといけないよね、おそらく。え ああ、これを、これ、多分、この上になんかあるんだ。この、あー、石なるほどでござる。で、はしごがある。あれ多分、ロ郎とかがなんか用意しててくれてた、脱出のために使ったはしごだよね、おそらく。で、タンスがあって、はしご。おーおー待って待って、なんかいっぱいある部屋扉が閉まったようだ。どういうことでござるか。えー、っと、扉が閉まったって書いてある。これ多分持ってけれるよね、おそらく。これを持っていって、 でいけません <laughs> いけませんでしたあ扉開いたあ今なんか穴があったなこの穴をこれをこうする ?OK よしで私も降りれないっ待って大丈夫これさこれで多分閉まるよね オッケー扉が開いた。ちょっと一応セーブしとこう。なんか、どっかで青鬼が出てきそうな気がして仕方ないんです。結構なんか初見殺し的なやつが出てくる時もあるんでね。んあ、これ持ってけれるのね <laughs> やっぱり持ってけれたん。あれあ、違うのかえあ、この絵これ持ってっていいんでござるね。ありがとうございます。よし。じゃさっきなんか落とした岩は何だったんだ <laughs> さっき落とした岩は何だったんでしょう。私にもよくわかりません。 よしオッケーこれで、おそらく、扉が開くはず。あの、さっき、行けなかったね。その隠しの階段の扉が開くと思うので、そのに行きましょうって言ったら、青鬼がパン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 って出てくるっていう夢を見ました。オッケーふぅじゃ、ここでセーブ。絶対ここで何かしら出てくるのは明白でござる。もしかしたら、ここがもうむしろ最終ステージかもしれない。最終エリアの可能性全然あるよね、これ。この空間。だって他に行くとこないですもんね。 間違いないこれ取ったらエンドだちょっと待ってその前にちょっと取る前に調べておきたい行こう行きますはい子供部屋の鍵うっ <laughs> いやこいつは味方だこの化け物はさっきの見逃してくれたもしかしてミカほらほらこれそうでしょお父さんでしょミカなのかミカ My God、ファーあ、ゴッドファーじゃないマイダーディー分かってるんだよなだから助けてくれたんだよなミカヨスクソ、<laughs> やっぱり味方 <laughs> 私にはわかる。一刻も早くみんなに報告して <laughs> ミカヨスを救出してもらわないと一度この屋敷から脱出だえよし、鍵を閉めてと これで化け物が街の方へ人間を襲いに行くことに時間を稼げるだろう。ミカ、お父さんが助けを呼んでくる。少しの間待っていてくれ。私の娘だ。絶対助けるからね。ああ、これでおしまいと。ミカ、すぐに助けを呼んできてやる。それまで何とか耐えてくれ。ああっと、そんなか鍵がかかっている。<laughs> 閉められた。鍵を探すしかない。<laughs> ダサい。 近くに隠されてるはずだ <laughs> いやいや <laughs>、外からか鍵かけられたらおしまいじゃん <laughs>。ああ、中、えでも、普通中に鍵ってあるんじゃないしかもさ、むしろ中,中で開けれないようになってたらさ、外から閉められたってことでしょそしたらもう鍵外じゃないの。えーと、子供部屋ってどこだっけあ、子供部屋こっちか。ここか違う。ミカのところか。ミカがやられた。ああ わーなんかちょっとあれですね作った方もそのなんだろうな美香がやられたところを最終地ハンマーえハンマーもないあるよあるハンマーえ何か書いてあるな両目で私を見てはい見たよ常に両目ですよ両目でこういうことえ両目で見てるよ 両目で私を見て。うーん。人形びっくりした俺、あれかなりこれ長いパターンのやつじゃねえか。人形を、もう一個、多分、弾を探さないといけないって感じかな。そういうことだよね。多分。両目、二個ついた人形をあれにかざせばいいんじゃないかで、これを多分ハンマーで、ハンマーないえ、人形ハンマーで、ハンマーに使えるもしかして。バチコリ無理か。<laughs> 両目で私を見て。 はいいごめんなさいちょっと撮影がもしかしたら止まっちゃってたかもしれないですけどあのあとね子供部屋で、えー、と人形両目で私を見てっていうのがあったので、えー、と他のところ探してみたところここが、えー、とこの扉の奥が図書館ですねだからキッチンのところでなんか今このイベントが起きたところからです、はい、あんな足跡なかったはずだ青いあの化け物の足跡とかやっぱりいろいろ探せばよかったんだねこれはこの中は鍵がかかっているふん 壊れそうな箱壊れかけのレディオなるほど。この箱、強い衝撃を与えれば壊せそうだ。ハンマーもうないし、何かいい方法はないだろうから。ハンマーもさ、あの青にぶっ壊すのに一回使っちゃったんだね。<laughs> んえー、強い衝撃を与えるところどこだえ、でもこれないもんね。んあそっか、ここでいいのか。ここは相当な高さがあるね。 あこれで、えー、と壊れそうな箱でぶっ壊せば箱を階段の真下に勢いよく落としてみたあそれ、ね、ピロリンと落としたけど気にしないで大きな砕けた音が1階から聞こえてきたこれこの下に青鬼さんいるんじゃないかな多分あの人形の目があると思うんですけどは、まあ、あるあるとは思いますでもこれに応じて青鬼が登場するっていう感じじゃないですか青い玉青い石いいですね青鬼で青石って言うとちょっとねなかなか怖いですよねわかりますかねあの 青い宝石赤い宝石って徹夜編であったんですよそれを使用するオッケー人形を手に入れたでそれで結構青い瞳がなんか怖いんですよね両目で私を見てこれで使えばいいのか両目で使う使えないんですけどどういうことですかあ違うここに置くのか戻すのかもしかしてここに人形を戻すほらえっ、ー、と両目で私を見てだから右向きに置けばいいのか どうだ人形を置いた机からスイッチが入ったような音が聞こえた「ブ玄関の鍵はこんなところに隠されいやー違うと思うよいや、ま、話的にそうだと思うんだけど本来はそんな思考にはなりませんはい「<laughs> あティロリンブンブンハロー YouTube」あまあ、ままあ、いきなり何も何もなかったあのとりあえずあのヒカキンさんいつも挨拶してくれるじゃないですか どうしたんですかいつもの挨拶は助けてくださいあっ終わるよしこれでこっち一回もう地下行きますえっ弱るってーえこれもう逃げ道なくないですかえだって行けないよあと全部入れない はずなので、さっきの地下のところはもうなんか用がないとか抜かすでしょで、え、こっちとか図書室あここだここで逃げるんだオッケー、行くかなるほどあの椅子が、じゃないと逃げれないですもんね。なるほど、そういうことか。よくできちょる。えー、っと、それ、セーブ、いきましょう。セーブじゃないよ。人形、行きます。 え、右向きに置きましょう。行くぞ。なるほど。あのい、あの椅子を使って、あ、待って。あぶねミスったあぶねちょっとっ、こっちでしょ。ここだよ。これで。よし、オッケーこれで、どうするこっから、タンスか。もう入るか。入っちゃおう。きた。こ、あ、これ多分、消えない鬼だ。消えた。 ここは伝説の聖地、たけしの。<laughs> ガタガタ様の、ガタガタ様の聖地じゃないですか。マジか。えっ、ー、と、まあ、ここに何かしら、あ、動かせない。なんかあるかリビングの影。もしかしてこの中にガタガタ様がいない。リビングの